いざよい日記は、藤原た家いの側室、阿物にによって記された、気候文日記。中世三大気候文のうちの一つ。内容に、諸領紛争の解決のための訴訟を扱い、また、女性の京都から鎌倉への道中の気候を書くなど、他の女流日記とは大きく、趣をこととしている。鎌倉時代の諸領紛争の実装を、当事者の側から伝える資料としても貴重である。 一巻。大別すると、鎌倉への道中期と鎌倉滞在期の二部構成。公安六年頃成立か。阿部津二次筆の原本はしも、冷静家に伝来していた。成立当初、作者はこの日記に名前を付けておらず、単に阿部津日記などと呼ばれていたが、日記が10月16日に始まっていることを由来として構成に、現在の名前が付けられた。 県治三年公安元年公安三年にかけて実施、藤原ためすとためすのいぼあに、藤原ため氏との間の、京都では解決できない、所領紛争を鎌倉幕府に訴えるために、京都から鎌倉へ下った、祭の道中、及び鎌倉滞在の間の出来事を綴る。阿部次の夫、ため家は、張馬国細川荘を、当初は、長男ため氏に譲るとしていたが、 後に繰り返して、遺言で、試すけへ譲るとしていた。ところが、ためうが遺言に従わず、細川僧を譲らないため、阿物には、訴訟を決心し、60歳近くという当時としては、非常な高齢にもかかわらず我が子を残し、鎌倉へ向かう。その間の道中、女流歌人でもある、阿物には、各地で、風物、名所、 旧跡や考えを日記に書く一方で頻繁に和歌に読む。鎌倉到着後は、現地の人々とも和歌の贈答を行うが、肝心の所領紛争の解決を見ることなく、阿仏にはなくなり、日記も終わっている。平易で簡潔な記述の中にも、母子愛に支えられた強い信念が伺える。ありがとうございます。